内山交渉老指定書消防現像雇用者物第2回昭和58年8月22日信州塩尻無料寺にて収録。テキスト1枚2枚巻いて3枚目の左のページの2、3行目。仏像経条件本第8条仏像経条件本第8に曰く、仏シャリホツニの玉枠我過去を思うに、あのくたら三脈三菩提を求めて三十億の仏に会う、皆釈迦牟尼と豪す、我時に皆天輪上王となり、形を尽くすまで仏および諸々の弟子に絵吹恩直学医薬を供養して、あのくたら三脈三菩提を求めんがためにす、しかるにこの諸仏我を期して何時来世においてまさに差仏を宇べしと言わず、何をもってのゆえに我不所得なるをもってのゆえに、シャリホツ我過去を思うに八千の仏に王ことを得たり、皆上皇と豪す、我時に皆天輪上王となり、人形仏および諸々の弟子に絵吹恩直学医薬を供養して、あのくたら三脈三菩提を求めんがためにす、しかるにこの諸仏我に何時来世においてまさに差仏を宇べしと期せず、何をもっての家に我不所得をもっての家に、シャリホツ我過去を思うに六万の部の仏に会おう、皆光明と豪す、我時に皆天輪上王となり、人形仏および諸々の弟子に絵吹恩直学医薬を供養し、あのくたら三脈三菩提を求めんがためにす、しかるにこの諸仏また我を期して何時来世においてまさに差仏を宇べしと期せる、何をもっての家に我不所得なるをもっての家に、まあそこまでしていや今読んだところ同じことが書いたでしょ、大体ね。そのこれがね、やっぱあの番号ってあれしてみると16続くんだそれでね、あのそれをずっと読んでたら皆さんあの寝ちゃうからまず差し当たりの3つだけ読んで、そして あとは今度テンポを早めて読んでいこうとこう思うんですね。ところがね、このお経っていうのはね、これはあの私はあの今消防現像あの総選寺でもやってるけれど、その前にね、私このこういうあのあれにあの小さい字じゃ読めないから、これ全部書き写してね、そしてやらしてるわけです。ところがこの供養書物書き写すのね、これ ずいぶん大変だった。これ間違えちゃう同じようなことが16もなんか重なって出てくるんでしょ、どの分じゃったいなっていうくらいね、繰り返し繰り返しで、だからしかしながらこれをね、書き写していて、そして本当にね、道元禅師がね、わざわざ消防現像供養書物として、でこの巻を書かれた時に、このこれも道元禅師もこのお経を書き写されたわけだ。それでどういう気持ちでもって道元禅師は書き写されていたのかなっていうね、気持ちがこうしみじみね、こう映ってくる気がした。
いや私のペンで写してんだけど、道元禅師は、ま、あの筆でね、きれいに書いていられるんでしょ。でね、このお経っていうのはね、大体、思想書じゃないんです。宗教書なんです。で、宗教っていう点から言ったらね、これ大体はね、これこっからだから1、2、3、3枚半、このお経がね、あの仏像経のお経が続いてるわけですね。で、これ同じこと書いてて、しかしそれでな、あの一体言われてることは何かっていうと、あの一生懸命あの我天輪上王となって、そしてあの過去の諸仏にあの供養したけれど、それでもその方向でもって修行していて、何時は将来仏になるであろうとは言われなかったっていうことだね。なぜかっていうと、右所得を持っての家にたったくそれだけだ。結局は右所得だったらどんなに精進してもダメなんだっていうね、その一義を言うためにこれだけの同じことを繰り返しね言ってるわけだ。そして最後に出てくるのは、初めて諸法実相を認得して、そして無償法人を得て、その無所得になった時、初めてその方向ならば来生には仏になるであろうという気が授けられたと、こういう話なの。話はそれだけだ。それをこれだけね、お経は繰り返し言ってんですね。これまあ、大体私ね、インド人のお経を通してインド人の癖っていうのは、まあ、私考えていつも考えるんだけど、インド人っていうのは非常にね、議論始めるともうやまらないっちゅうもんね。議論好きなんです。そしてのなんかあると、それにはいくつあるってね、すぐ言う。あくびの仕方にはいくつあるってはっはーってあくびするのと、はーってあくびするのとっていうような調子だね。で、くしゃみにはいくつあるって、くしゃんってやるのと、はやーってなったって言って、そういうふうにこう必ずいくつあるって持ち出すもの。そういう調子で、くどいね。そして、まあ、くどいのと、だから全てこう分ける。この分け方も西洋人の分け方と違う。西洋人の分け方は丸かバツかでもってどっちかを通るっていうようなね、分け方。インド人はそうじゃないよ。思いつきで思いつきでまずずらずら並べるっていうようなね。それでまあ私が大体お経を読んでるのね、読んでいく場合にはそういうインド人のくどさはもうあれですね、写生して捨て去って、そして一体何が言われてるかって、そういう方面だけ見てるわけです。しかし同時にまたね、こういうふうに繰り返しっていうね、は繰り返しの意味をまた感じざるを得ないね。何しろね、華厳経っていうお経なんかはさ、何々が何々するや、何々が何々するや、何々が何々するやってね、そういう問いがね、500ぐらい出てくるんだから、ずらずらずらっと、まあ、問いの速射法だ。そしてそれに対して答えていわく、何々は何々を持ってる家に、何々は何を持ってる家にって、これ順番はどうじゃないなって。それでもってね、この経本経はまだ私全部通して読めないもの。それが忙しいから、まあ結局ね、まあまた隠居したら読もうと思ってんだけど、隠居したら今度経本経はぜひ読みたいと思ってんだけど、そのくらいね、だから今16並べてるぐらいはお軽いことです。それでしかしこのね、こういうふうに
同じことを並べてるっていうことはどういうことかっていうとね、大体インドのお釈迦さんの当時は、あれ文字はあったらしいけれどお経を書き写すっていうのはもったいないっていうんですね。この結局暗記させるわけ、この暗唱させるわけですね。そしてそれをまたこう復唱してって言って伝えてるわけですね。それのまあ大元は阿南尊者だ。阿南尊者はまあみんなお釈迦さんのお話をみんな頭に入れてたっていうんだからね。そしてそれをまあ今のテープレコードみたいなのでブツの玉って言ってその時、仏の玉って言っての、まあ、そういう話にしたんだ。それはこうだんだんつながってるわけで、その暗唱のためにはやっぱり繰り返しでもって暗唱しやすいんじゃないんですか。それと同時にね、そのそうやって繰り返していってるところにこう身に染みついてくるっていうね、この身に染みついてくるっていうところが単なる思想書じゃなくって宗教書なんです。でこの、あれですね、観音経でもですね、いや私のおふくろはずっと死ぬまで毎晩観音経をあげてたけれど、その私はいつでもそのおふくろのお経聞いてた、小さい頃から寝ながらね聞いてたけど、あと大井新徳堂社のね説法を一でやってでしょ、そのあれね説法を一説法を一でねそういうのが続くわとね、それでもっとこうなんかお経のリズムを感じてるわ。そのうちに「あ燃費観音力」が始まったなって言うね、燃費観音力、燃費観音力。それからまたあれだ、良言集っていうのがあるわ。この良言集っていうのはね、大体は阿南尊者っていうのね、お釈迦さんのざっと随時していたお釈迦さんの甥なのかな、のとっても美しい坊さんだったんだね。まあ私も若い頃美しいそのまあアナンさんも美しかったらしい何しろアナンさんはまたこう変談を受けんでもってあれですね、こっちの肌脱いで歩いてるとその肌が光っててね、あいるもんだから赤ん坊抱いてるね若い お母さんがね、まあ阿南様って言ってね、それで赤ん坊落っことしこれちょっとしてよそれでもってその阿南様がねあれですね、女に誘惑されてね、そしてとうとう女のところフラフラ行っちゃったことがある。そして本当思い出して、あっそれで南無釈迦牟尼仏って言った時にほっとこう帰ってね帰ってきた。その時にお釈迦さんが言われたのにね、お説法されたのにそういうことがあっちゃいけないからって言って良言集っていうのをね授けられたね。でおまじないだ良言集って、その良言集っていうのだから4月の15日から7月の15日までね、その聖中毎日朝あれですね、朝じゃないお昼かお洗米って言ってお米をちょっと洗ってね、そしてお供えしてそれにお花あげて、そして良言へやるわけですよ。その良言酒ってのはまたね、その繰り返しが綺麗なんだ。オラカンキリタンビドヤシャーシドヤミキラヤミオラカンキリタンビドヤシャーシドヤミキラヤミっていうのは、それはもうザーッと続くわけだね。ホストね、それっていうのはね、こう4月から7月まで大概まあ
恋愛問題とかなんとか始まるのはその頃だそれでね、その頃に若い修行者たちがね、そういうことがあっちゃいけないからっていうね、その、両本書読むわけですね。そのだから響きがいい、まあ、いかにもそのね、お経を読んでるとそのおまじないが効いちゃうそれでね、そういう点から言ってですね、この宗教書って言って、だからこのね、あれも今私まあ一応だから、憲法を持って読みますけれど、皆さん一遍これこの供養書物の巻写してみてください。 そしたらね、道元禅師がね、どういう気持ちでねこれを写されたかっていう、そういう気分が写ってくるもの、はい、でだからそのここに言われてることは、今言ったように右所得の心を持ってどんなにね仏さんをって、仏さんって言っても、その昨日も言ったように仏さん他人じゃないんですよ、自分の自己の本当の正体だ。その過去の諸仏って言っても本当の絶対的な自己切りの自己のっていう、その絶対的な自己切りの自己にこう供養するっていうことだ。ところがそれに対して今の天秤女王だね、自分の物足りようの思いが、これだけやっとくと俺は偉くなるからな、いい境界になるからな、これやってるために俺この頃相当いい境界になってきたって、そんなような気分だったら、これやっぱり物足りようの一環なの。俺右所得っていうのはね、結局右所得心っていうのは、結局の話は取引根性だその何か相手が、それでそのそれこれだけやったらこれだけのお釣りが来るっていうね、そういう取引根性で物をやってる限りは自己切りの事故にならないもので、その本当の、あれですね、自己切りの事故って言ったら無所得だ。そしてそれはって言ったら、だから出入りなしの出入りでしょ、この自己切りの事故の中の出来事なんだから、だから出入り自己切りの事故でもって出入りのしようがない、それのなのにその仏に供養するっていうね、だから今仏さんに向かってお花一つあげるんでも、ご飯一つお供えするんでも、これ自己切りの事故としてやらなきゃならないんだ。これやっていくとうちの子供の教育のためにそんなこと考えてダメなんだそうじゃない、自己切りの事故としてお供えするっていう、それがね、まあ、この宗門でもっていい即仏法作法即修士っていうけれど、そういう意味では確かにその意義即仏法作法即修士が大切なんだ、今私がどうするかっていうね、それがいちいち私そのものを作っていくんだからね。ところがこれをまたその意義即仏法作法即修士を人に見せてやろうってそういうんだから、これもうお芝居になるそれはね、だからそこのところは難しい、やるせないところだそのちょっといい格好をしてって言うと、いい格好を見せたいものだから拝むっていうんでも本当に密かに拝むっていう気分でなきゃならない、それを人に見せるって言うんだったらこれはもう拝むんじゃないんだし、その辺がね難しいところです。だからちょっと微塵でも右所得の心があったら、そのもう、方向が違う、その結局方向だけの狙いですよ、その狙いが本当にピシャッとあったら、それで仏道修行はそれで成就するっていう、こういうことなんだからね。でまあ今その今の続きをそれじゃあ読みながらいきますよ。今3つ読んだんだからね、4つ目だ
シャリホツまで過ぎしよう思うにってところです。いいですか、わかりますか、もうわかんなくなっちゃってる。1、2、3のね、その3つめくった右側のその2、4、5行目から読みますよ。シャリホツ我枷を思うに三の句の仏に会う皆不死者と合す我時に皆天輪上を隣指示供養するに皆我を着せる所得をもっての家にシャリホツ我枷を思うに万八千の仏に大事を得たり皆三能と合す公を上八と名付く我皆この万八千仏の身元において剃髪前衛してあのくたら三百三菩提を主従するに皆我を着せず無所得をもってのゆえにシャリホツ我過ぎしようを思うに五百の仏に会うことを得たり皆化粧と合す我時に皆天輪上王となりことごとく一切をもって諸仏及び諸々の弟子に供養するに皆我を着せず無所得をもってのゆえにシャリホツ我枷を思うに五百の仏に会うことを得たり皆意徳と合す我ことごとく供養するに皆我を着せず無所得をもってのゆえにシャリホツ我枷を思うに二千仏に会うことを得たり皆狂人女と合す我時に皆天輪上王となりことごとく一切の苦具をもって諸仏を供養するに皆我を着せず無所得をもっての家にチャリホツ我枷を思うに九千の仏に会うことを得たり皆過小と合す我指示をもって諸仏および弟子衆を供養するに皆我を着せず無所得をもっての家にシャリホツ我過去を思うに万王の中において仏のいずるあることなしその時に初めの五百光九万の薬師仏あり我神行樹皆ことごとく皆えぶく恩じきがぐ医薬を供養し尊重し三端す次に五百光また指示をもって八万四千の句のもろもろの薬師仏を供養し尊重し三端すシャリホツこの千号を吸い終わりてまた薬師仏なし我時に演舞台に死して盆世の中に生まれ大煩悩となる格のごとく転伝して五百光の中に常に盆世に生じ大煩悩となり演舞台に生まれずこの五百光を過ぎ終わり演舞台に阿生して演舞台にご自決し明獣して四天王天に生まれ中において明獣して通り天に生まれ百大官人となる格のごとく転伝して五百光を満じて演舞台に生まれ五百光を満じて盆世に生まれ大煩悩となれるシャリホツ我九千号の中においてただ一つには演舞台に生まれ九千号の中にただ天上に生まれ光月生じ高温天に生まれ世界成就終わって帰って盆世に生まれ九千号の中すべて人中に生絶シャリホツこの九千号の中諸仏学士仏あることなし諸々の修行多く悪道に堕罪すシャリホツこの万号過ぎ終わって仏あり出世す合して不修如来大愚小変地妙行足全税政権へ無常し長合上部天人し仏世尊という
我その時において凡世明獣して演武大人まで天輪上を唱れ、合して武殿という人獣九万歳なり我人形獣一切の落語をもって、かの仏および九千億の陸を供養して、九万歳において供養して、あの二羅三脈三菩提を求めんがためにす、この不殊仏もまた我を何時来世において、まさに差仏を宇部しときせず、何をもっての家に我その時において諸法実相を通達することあたわず、けが所得の権に頓着せりきと、まあちょっとそこで一服しましょうこの今の最後のところね、この車両つわれあれ、過去を思うにそのマンゴーの中においてね、仏あることなし、仏さんがお出ましになっていなかった。それでまあその代わり九万の略史仏入ってね、まあ略史仏っていうのはね、まあ修行者たちだ、仏さんがいないけれど引け落葉を感じててね、まあ花が散る、あるいは落ち葉が落ちていくっていう、そういうんでもって諸行は無常だってね、まあ悟るっていう、そういうのが略史仏です。そういう略史仏だけはねあっていたんですね。そういう人たちに供養して、そしてまあ来てです。それからもう一つちょっと注釈を入れておくと、シャリホツこの九万号を過ぎ終わって初めて仏出世する。で合して不修如来王具小変地妙行足全税政権芸無常師長号上部天人師仏世尊っていうの、これが仏の十号っていうね、これ法華経読みはね、どのちょっと仏って言えばいいものをね、みんな如来何々仏っていう代わりに如来を王具小変地妙行足全税政権芸無常師長号上部天人師仏世尊って言うんだから、これ法華経なんか どの仏さんでもそれだけ言わないと気が済まないんだからね。だからインド人っていうのはなかなか念がいってるやそれいちいち本気になって言っちゃう日本人みたいなせっかちなやつは間に合わないから、まあ仏って言ってね、そんなのまあ決して読んでるわけだけど、結局ね王具っていうのは供養に応ずる資格のあるっていうことですね。いや宅発するっていうんでもね、宅発してあれですね、わりのいい仕事って言ってただもらってこられる、それじゃ王具にならない。これね、宅発しながらね、これでいいもんかってね、申し訳ない、それだけはまあね、一生懸命座禅しようっていう、そういう気分でないと、宅発にならない。それ、今時、OL に出ているよりこの方が割がいいですよって言って多活してるアジさんがいたけどねダメだそして多活してきて、そしてビールやなんか飲んでそんなんじゃ乞食だ、ね、それがだから多くっていうの宅発は宅発はだから宅発で越に行ってるようなのは人間は宅発する資格がないね。宅発するんだったらこれ申し訳ないっていうね気持ち、そしてそれだけは いよいよ座禅するんだっていう気持ちがなければ多くならないと思う。だから小変地っていうのはあまねく知ってるっていうことだ。で妙行足っていうのはね、会場へのこの仏さんっていうのはね、会と上と絵と
会場へが量が足りて初めてあの二ら三百三歩台を得るんで、それで、そういう行足量が足りるっていうことですね。前例っていうのはよく行くっていうんで、それでよく赴くわけだね。政権下っていうのは、まあ、世間のあれもすぐピンと分かっていなくちゃ、その、あれだ、世間が分からないっていうね、言うんじゃダメなんだね。私なんかはね、ちょっとピンと分かるところがあると同時に反面全くもう分からないところがあるんだからこんなのはダメだ。その、何から何まで世間のこともスカッと分かってるっていうんじゃなくちゃね、その欠けてるっていうんじゃダメだから無常心、この上のない、人ですね。だから超五常無って本当に全てが超五されてる、その整えられてるっていう。で天人師、天人の天および人の師となれる。で仏、それで世尊、世尊って世に一番尊い人っていう、これだけのあれが仏の十合です。それからちょっともう一つ、何をもっての家にその時において一番最後と今読んだ最後のところですね、諸法実相に通達することはあたわず、けが所得の権に頓着せりきとあるね。要するに、そのいくらね、自分のあれを全て捧げて仏さんに供養しているようでも、その諸法実相っていうのはね、通達していない。要するに諸法実相っていうのは、今私がいつも言う言葉で言えば生命の実物だ。この本当にね、生命の実物っていうものを通じていなきゃダメだ。それで怪我っていうのは、我をその測るっていうことだ、我を持っていて、そして無所得の権に頓着せり、これだけのことをしたらこれだけのあれがあると、こうね、苦毒を、そういう、世間的苦毒をすぐ考える。でそういうのはダメだ。でそれからその次、またもう一息読みますと、シャリホツ、この香の中において百物あっていず、名号各いない、我時に皆天輪上王となり、神業仏および諸々の弟子に供養して、あのくたら三百三母台を求めんがためにす。しかるにこの仏も諸仏もまた我を着せず、何時来世においてまさに差仏をうべしと着せず、無所得をもっての家に、シャリホツ、我過去を思うに第七百阿僧祇光の中に仙仏に会うことを得た、皆縁武団と豪勢、我神業樹四時供養するにまた我を着せず、無所得をもっての家に、シャリホツ、我過去を思うにまた第七百阿僧祇光において620万の諸仏に会うことを得たり、皆剣一歳児と豪す、我時に皆天輪上王となり、一歳の落語をもって神業仏および諸々の弟子に供養するにまた我を着せず、無所得をもっての家に、シャリホツ、我過去を思うにまた第七百阿僧祇光の中において八十四仏に会うことを、皆低僧と豪す、我時に皆天輪上王となり、一切の落語をもって形を尽くすまで仏および諸々の弟子に供養するにまた我を着せず、無所属をもっての家に、シャリホツ、我過去を思うにまた第七百阿僧祇光の中において十五仏に会うことを得たり、皆実名と豪す、我時に皆天輪上王となり、一切の落語をもって
人形供養す、仏および諸々の弟子を供養するに、また我を着せず、不所得をもっての家に、舎利仏、我、枷を思うに、第七百阿僧祇光雲の中において、62仏に王ことを得た、皆、善弱と坊主、我時に皆、天輪上王となり、一切の落語をもって、人形供養すれども、我を着せず、不所得をもっての家に、格のごとく天殿してないし、上皇仏を見、すなわち無承認を得た、すなわち我を着して、いわく、何時来世において、阿僧祇光を過ぎ、まさに砂仏を得て、釈迦牟尼如来、王具小変地、妙行足、善税、政権へ、無常死、超五常部、天人死、仏世尊と、合すべしと。ここで初めて成仏した。その、あれですね、結局、格のごとく、最後のとこね、格のごとく天殿して、ないし、上皇仏を見る。この上皇仏っていうのはね、この、あれによっては、金編に定めるという、これと同じで、これは粘動物のことです。お釈迦さんは粘動物の身元において初めてその受給を得たということですね。で、すなわち無承認を得たりと。この、で、すなわち我を期していう何時来世において阿僧祇光を経て砂仏を得て釈迦牟尼如来と合すべしとっていうんでね、そのすなわち無承認、この無承認っていうのね、というのは結局ね、不生不滅の発祥をそのあれですね、認知して欠如安住するくらいっていうことは、その結局ね、不生不滅の発祥この無償ってことがね、あの小道家でも一番大切なのはこの無償だった。これは不生不滅ってことです。その不生不滅の番犬さんの不生の物心っていうけど、それみんな同じだ。結局不生不滅っていうね、生まれる、それから滅する、この分かれる以前のそれが不生不滅だ。この昨日も話してるね、この一切二つに分かれる以前、それが諸法実相なんだ。結局は生命の実物なんだ。それをこの無承認っていうのはね、これは権勉書いたその忍ずるっていうね、忍徳、この忍と同じです。権勉書いた認めるっていうんですね、これを忍徳する。このだから無承法人を、これ無承認っていうけど、これ無償放任っていうのが、まあ、正しい。で、本当から仏教表学から言うと無償認と無償放任とまたちょっと違うんだけど、まあ今の場合は無償放任の意味ですね。で、その無償放任、だから一切二つに分かれる以前のその生命の実物って、それに本当によく分かってそこに安住してっていう、その時に初めてね、これは菩薩の七八九時だ。菩薩って言ってもね、十時のと段階が、インド人ってのはそれにはいくつあるっていうような、その菩薩にはとあるって言ってすぐ言うんだ。
そのうちの七八九が菩薩だ。もうあと、その十字の菩薩っていうともっとこうあれでするわけだね。その次はもう仏さんなんだからね。で、まあですなわち無性に燃えたり、このすなわちっていうのはね、上を受けて下を起こす言葉だ。その上のすなわちがね、だからその次のすなわち我を期して曰くっていうのはね、これはそのすなわちは取りも直さずそのまんまっていう意味です。これはまあ漢字の解釈。それからまあ道元禅師のその文章を読むと、はじめ三十の部の釈迦牟尼仏に相立て祭りで人形十供養よりこの方 上皇如来に王立て祭らせたもうまで皆常に天輪上王の身として人形十供養し立て祭りなします。天輪上王多くは八万歳以上なるべし、あるいは九万歳八万歳の受領、その間の一切落語の供養なり、上皇仏とは念道如来なり、三十の句の釈迦牟尼仏に相立て祭り増します。仏本行十行並びに仏像経の説同じと。結局ね、この、まあ昨日も言ったけど、ここにあれすると天輪上王の身としてって言うといかにも偉そうに見えるけど、何よく考えてみりゃみんな我々の物足りようの思い持ってああだこうだって言ってね、やろうと思ってんの、これみんな天輪上王なんだから、そんなに大したことはない。でその天輪上王として生きてるっていうの、これまた昨日も言ったように刹那消滅のあれをね、だから八万歳九万歳っていうね、そういう長いこう刻々生きてるわけでね。だからこのお経の文句もね、よくこう自分に当てはめて読んでると非常に面白いところがあるもん。と同時にまたお経の文句っていうのはふーっとねおとぎ話に変わってくっていうところもある。でその辺が面白いもんね。いや例えばあれですね、今島宇宙説っていうね、銀河系宇宙はこっちにある、こっちにも銀河系宇宙あるって、こう、まあ、たくさん宇宙があるでしょ。あんなようなのはあれですね、お経の中にもうたくさん出てるもん。はあ、今のああいう銀河系銀河宇宙の説はもうインド人はみんな知ってたんだってまた言うやつがいるけど、それは違う。この科学でもって見るのと、それからインド人が空想して見るのとはまた違うんだから。インド人は空想なんで、だけど空想がまたちょっと当たってるっちゅうところがある。でそれと同じようにね、インド人の空想っていうのはまあその点非常に、雄大にね空想する。でもって無料麻生技巧って言うけれど、無料麻生技巧って麻生技巧って言うとどのくらい のあれかっていうと無数巧っていうのがね、麻生技ってのは無数っていう、無数を一つの単位にするんだから、これやる気で、ね、その一行っていうのはどうか。一行ってこうですね。一行っていうのはあんた四十里四方の石がある。それにね何百年だかにこういっぺんね天人が降りてきて、その天の羽衣でシュッてこうやるって、それでもってこれ擦り切れて四十里四方の石がとうとう摩滅してなくなった、なくなるその時間がね、これ一光だって言うんで、その一光が四十無数光って言うんでしょ。そうするとあた随分すごい長さになる。それで
インド人のその、そういう、考え方は非常に雄大だ。日本人みたいにちょこちょこしていない。日本人なんて言ったら1万円札って揃ってくらいでもって大きいもんかと思っちゃう。でそれからその卒業を見ますと釈迦菩薩諸阿僧祇耶。この阿僧祇耶っていうのは阿僧祇っていうのと同じです。で7万5千仏に奉仕し供養す最初を釈迦牟尼と名付け、最後を法吉と名付く。第二阿僧祇耶。7万6千仏に奉仕し供養す最初はすなわち法吉、最後を念道と名付く。第三阿僧祇耶。7万7千仏に奉仕し供養す最初はすなわち念道、最後を召喚と名付く。総異熟語を主する91項の中においえ中に主するほ中において6仏に奉仕し供養す最初はすなわち召喚、最後を化粧派と名付く。とこのあれですね、この今総異熟語を主するっていうのだいたいね三大阿僧祇行、この今言った、一行がその四十里将のねあれ摩滅して亡くなる、まあ、一行でしょ。それを三大阿僧祇行っていうんだからね、無数行、それをまた3つ重ねて三大阿僧祇行、その間にね修行して、そしてね最後お釈迦さんはね最後にそれからまた百行あれなんですね、総異熟語を修行するっていう、その要するに最後にはねこの、まあ大体その、精神的にはもう仏さんと同じあれになるわけだけど、それからまたその総合ですね、総合意義を本当にそれがこうはまり込むっていうところまで行くっていうのに、また百行あれするっちゅうわけですね。その91号の中において六仏に奉仕し供養し、最初はすなわち召喚、最後は化粧派と名付く。おおよそ三大阿僧祇行の供養諸仏、はじめ神明より国上祭祀七宝男女とさらに惜しむところなし。これのだから仏道修行っていうのはね国上だの、みんなその天秤女王として物足りようの思いの主人公でしょ。そうすると各々みんなに俺の国とそれから俺の国土とお城持ってんだ、みんななんかその、まあ日常の場合でもさ、日常茶飯事での家庭内でもちょっと奥さんが気に入らないことを言ったって言って、ほっとまた旦那さんが怒る、旦那さんがちょっと気に入らないことを言ったって言って奥さんが怒るっていうのはね、これはまあその国情をちょっと侵入するから小競り合いが始まるわけです。もう戦いが始まるんです。だからね、その各々みんな国だもの。それでその国情、それから祭祀も、それから七宝男女等もってね、全部仏さんに捧げるっていうの。いやだからね、あれですね、昨日も言ったけど仏弟子はね。仏さんだけをご本尊さんにしなきゃならないと、これは当たり前なんだ。そうすると、これは俺の祭祀だけはつって書く、祭祀がご本尊さんじゃ仏弟子にならないんだ。結局は仏道修行という限りは何から何までそれを
その具体的にね、お経の中じゃ、あの仏さんのに供養するために祭祀を奴隷に売っちゃって、そしてそれのお金を持って仏さんに供養するっていうようなね、話がたくさん出てくる。これまあインド人的な表現の方法ですよ。しかしこれをね、また自分自身によく当てはめて考えて、そして何から何まであの仏さんに捧げ尽くすっていうね、その気持ちね。もうだからお経の読み方っていうのは面白いよ。お経っていうのをね、本当にじっくり味わいながら読んでると、もう面白い。さらに惜しむところなし、凡慮の及ぶところにあらず、あるいは黄金の俗を白金の腕に盛り見て、あるいは七宝の俗を金銀の腕に盛り見てて供養し立てまつる、あるいは生ずあるいは水陸の花、あるいは仙丹人水高等を供養し立てまつる、あるいは五経の小蓮華を五百の金銭をもて買収して念造仏に供養し立てまつる、今増します、あるいは六比叡これを供養し立てまつる、おおよそ区物は諸物の様数に増しますべきを供養し立てまつるにあらず、急ぎ我が命の損せる行為を虚しく過ごさず供養し立てまつるなり、たとえ金銀なりとも仏の御恩ため何の役かあらん、たとえ光栄なりともまた仏の御恩ため何の役かあらん、しかれども納受させせさせたもうは市場をして功徳を増長せしめんための大図大費なり。このね、あれですね、だからあるいは黄金の俗を白金の腕に盛り見て、あるいは七宝の俗を金銀の腕に盛り見てて供養し立てまつる、あるいは生ずあるいは水陸の花、あるいは仙丹人水高と等を供養し立てまつる、またあるいは五経の小蓮五百の金銭を買収して念造仏に供養し立てまつる。まあこれは読めば分かるね。であるいは六比叡鹿の皮のあれ、鹿の皮っていうのはね、また特別なんですね。例えばあのこうあの眼鏡拭くあれがあるでしょ、こういう木でね、これなんかね、鹿のこれでもね、鹿の皮で拭くととってもいいんだ。それ鹿の皮とね、それから牛の皮とどこが違うかって、タバコのねあれしてプーってやったね、鹿の皮だとプーっと出るんだ。ところが牛の皮には出ないわ。こっちにヤニがついちゃうだけで、やってくださいそのそれでその柔らかさが全く違う。それでだから鹿の皮の衣って言ったらそれはいいに決まってんの。それでそういうのを、供養したってます。おおよそ区物は諸物の様子に増しますべきを、この本当はね、仏さんって何もね、あのその何か欲しがってるわけじゃないんだ。だけれどその大切なのはね、仏さんってね、あのまあこの仏さんっていうのは決して向こう側にあるんじゃない、自己なんだけど、この自己の仏さんに供養するんだけど、その仏さんっていうのは本来もう自己切りの自己として完結してるんだからね、俺何も欲しがってるわけじゃない。しかしながらこれ供養するって、それに捧げるっていうのはね、その向こうが欲しがってるから捧げるんじゃなくって、今私の今日今ここのその、あれとしてですね、そのこの時に何を差し上げようと、こうね、その時その時のあれを捧げるっていう。だから面山さんのね、門限にの中にね、その結局そのこちら側の運針っていうね、コロの運びだ、はあの運び方のコロ、運針が寛容だ、寛容じゃって書いてあるね。結局今我々がどうしたらいいのか、その己を捨ててすぐやると、そう、それができればねいいんだけど、ちょっとね、
ことに私なんかはね、全くあの本当になんていうかな、わがままで育ってきちゃったからね、その仏年が入ってからこれ辛かった辛かったっていうより、本当にこっちは辛いんだけど、本当はまた例えば沢木浪士だって私のやることなすこと全くその、なってないじゃない。だから、まあ、怒鳴り散らすじゃない。それを、まあ、一生懸命になってあれだね、沢木浪士が怒鳴るから、だからこっちはおろおろしてるんだよ。また浪士は面白がって大きな声出してバラーッて浪士がね怒るとね、こういうガランがグラグラ揺れるんだから大きな声なんだからね、何しろ満州の野でもってその三軍を浸してそして何まだ総長だったのに三軍を浸してその本当だったら指揮塔を持ってさ進めっていうところね、そうじゃない、沢木浪士なそのこっちにあれしててね、みんないるでしょ。ところがその指揮 すべきね上官のやつがブルブル震えて危ない危ないってね。それで沢木浪士は早くなって真っ先にバーッと飛び立って出て行ってですね、そしてこっちから弾がどんどん来るのに鉄砲持って「スレー!」っつって行ったんだっちゅうからね。そしたらみんなわーって言って進んで、それでその戦い勝ったわけだ。それでその後ろの方からこれの望遠鏡で見てて、あいつは何者じゃっちゅうてあれは全集坊主だそれでもってやったあだっていうのは、だからすごい声だもん本当にすごい声なの。そのすごい声もね、怒鳴りまくられてきてるそれこそオロオロするそのオロオロ しながらねやってきているけれど、結局まあそれでできるだけ運心ですね、どうしたらいいかっていう、この時どうしようかって言って一生懸命やる。それでも私なんか高橋出てくけどね、俺ね30な数えで30になって坊主になったでしょ、だからダメなんだ。30になってから坊主になってね、それからまあ島根県住み上げ行ったり静岡県で塩組なんかもしたけれど、骨そのものが太くならない。俺は本当に私の骨これこんなにね細いの、やさ男いや本当にね色男金と力色男もう金と力の中にけり文字通りその代わり一生モテてモテてしょうがないまあそんなことでも言わないとねえんだろうそれだからね、たとえ金銀ないとも仏の御為、何の役かあらずで、別にね仏さんがどうってのそれ供養されたからってね、おいいものくれたなってそんなまんじり下げるようなことじゃない。それでたとえ工芸なりともまた仏の御為、何の役かあらず、しかあれども能受せさせた方は修行をして福徳を増長せしめんための大豆大悲なり。この要するにね、無福徳って言ってもね、無所得の福徳じゃダメなんだ。要するに無所得の福徳だ。無所得だから無所得のところに正するって無所得の上昇人っていうね。
無所得の上昇人っていうことが本当に身につかなきゃダメだ。要するにどうしてどういうことかっていうと、何から何まで、昨日も北師匠のあれでもね言ってるように、何から何まで自己切りの自己なの、生命入りの生命なの。だから無所得ってことはありえないわけね。しかもやるってことは、だから出入りなしの出入りだ。それはただただするっていう士官以外ないです。で、仏道の根本はね、ただするっていう無所得の上昇人、士官以外ないんだ。そしてだからそれを主張をして功徳を増長せしめるがための大豆内皮内って、これ結局はそういう無所得の功徳ですね。で、次大発涅槃行第22に曰く、仏の玉善男子、我過去無量無天なる那由他行を思うに、その時に世界を名付けてシャバという仏世尊あり、釈迦牟尼如来王具小変地妙行足善税政権下無常師長後上部変人師仏世尊とな合す、諸々の大種のために格のごときの大涅槃行を宣絶す。我その時において善友のもとより転じてかの仏、まさに大種のために大涅槃